皆さんこんにちは、ギャリバンゲーム TV のギャリバンです。今回はですね、海外版のドラゴンボール Z カカロットコレクターズエディションを購入してみました。結構ですね、このゲオでですね、このコレクターズエディション早期予約特典でついてきたんですけれども、実はこの海外版もこの限定版のフィギュアがついてるんですが、それに加えてですね、ハードコアゲームアートブック、そしてコレクタブルスティールブックっていうのが入ってます。なので早速開封してですね、どんなものが入っているのか検討してみましょう。ちょっとではこれは何かですね、開けてみます。はい、開けてみました。これがですね、ゲームアートブックというものをですね、まあ、アートブックですから、うん、この絵がたくさんあります。お、日本語があるな。はい、鳥山明先生からのメッセージが入ってます。そしてはい、このような感じですね。悟空があったり、あとはこういったカプセルコーポレーションとか、そういった地形の、そうですね、ワールドガイド。そしてお、ピッコロさん、ギャリバ一番好きです。ではトランクスがいたり、はい、ご飯ですね。で、悟空、カカロットですね。そして相関図などもあります。はい、結構楽しめる内容です。そして、まあ、日本のゲオでも予約できたこのフィギュアですね、こちら出してみましょう。立派なですね、この箱の中に、今度はこの中にですね、このジオラマが入ってます。ではこのようになると思うので組み立ててみます。はい、ジオラマ組み立ててみました。どうでしょうか。悟空とご飯ですね。続いて恐竜があります。恐竜がありますというか、いますですね。後ろはこんな感じです。キントーンのこの伸びてる尻尾みたいな、これがはめ込むようになってて、あとはここの丘の部分に差し込むようになってて、そしてこの恐竜も差し込んでます。はい、すごくですね、もうリアルな感じでできてるんじゃないかなと思います。以上がドラゴンボール Z カカロットコレクターズエディションの海外バージョンの紹介でした。もうそうですね、もうとにかく海外のコレクターズエディションってすごい豪華なので、毎回ですね、ちょっとこう新作が出た時はチェックをするようにしてます。で、まあ Amazon でだいたい日本円で2万7000ぐらいでした。で、ちなみにこの日本でですね、この海外のコレクターズエディションはですね、だいたい4万4000円とか、ちょっとぼったくってる値段なので、もう実際に海外アカウントを作っちゃって買っちゃった方が得だと思います。で、右側のあの外箱ありますよね、このカカロット T って書いてある、はい、このティーン、そうですね、あのね、年齢制限のやつなんですけれども、で、これで実際配送された時に、実はこう、Amazon の箱ではなく、もう、あの箱のまま来ました。はい、外。なので結構よく見るとボコボコ凹んでたりするんですけど、あれ基本的に航空便のですね、シールとかが貼ってあったので、まあ、丁寧に剥がして今の状態になってます。はい、なので結構ですね、この日本と違って海外のものっていうのはですね、輸入すると結構ずさんに扱われてきたりするのもあるので、まあ外箱はもうそれだったので仕方がないかなっていう感じはあります。はい、ゲオだとですね、このフィギュアのみがついてくる。で、それであとゲームですね、がついてくるだけで、こちらのアートブックとスチールブックはですね、ついてきませんから、まあ、ドラゴンボールがすごい好きな人はですね、ぜひ海外版の方をチェックしてみてください。で、ゲームの方も日本語吹き替えが変えられると思ったので、そちらでもゲームプレイしてみたいと思います。では、ギャリバンでした。また会おう。